ナショナルジオグラフィックはナショナルジオグラフィック協会が発行する月刊誌。世界で最も多く読まれている雑誌の一つ。創刊は1888年でナショナルジオグラフィックマガジンとして協会創設後9ヶ月後に公式雑誌として刊行された。月刊誌として年間12冊発行されており、それに加えて付録の地図を発行している。 また、時に特別号も発行している。地理学、人類学、自然、環境学、ポピュラーサイエンス、歴史、文化、最新事象、写真などの記事を掲載している。現在の編集長は、スーザン・ゴールドバーグ。世界中で36カ国語で発行されており、180カ国以上で850万人が定期購読している。 日本語版の発行部数は約8万4千部が高く、日本における高級紙の一角を占めている。2007年、2008年、2010年の3回、アメリカンソサイティオブ・マガジン・エディターズのゼネラル・エクセレンス・アワードを受賞。2010年には、報道写真とエッセイの部門で最高アスミリ賞も受賞している。ナショナル・ジオグラフィック・マガジンの創刊後は、 教会が創設されたわずか8ヶ月後の1888年9月22日に発行された。ナショナルジオグラフィックの特徴は、学術誌でありながら、絵や写真を多用した雑誌だという点で、1905年1月号に掲載されたロシア帝国の二人の探検家、ガンボージャブツ・イベコブとオーバッシュ・ノルト・サノーブによる、チベット探検時の写真を、 ページ全面の大きさで掲載したことにその特徴がよく現れている。1985年7月号の表紙にはアフガニスタンの13歳の少女シャーベット・グラの写真が使われ、同志の歴史上最も有名なイメージの一つとなっている。ナショナルジオグラフィックは1997年、それまでの100年以上の同志の内容を デジタル化して CD r o m と DVD に収めたザ・コンプリート・ナショナル・ジオグラフィックを発売したが個々の写真や記事や絵の著作権者の許諾を得ていないとしていくつかの訴訟を起こされ裁判が長く続いた連邦裁判一でナショナル・ジオグラフィックが紙の雑誌の電子的複製を作る権利を有することを認める二つの判決が下され2008年12月に 合衆国際交際版書が上告を棄却した。これを受けて、ナショナルジオグラフィックは1888年から2008年12月号までのバックナンバーをすべて収めた新たな版のザ・コンプリート・ナショナルジオグラフィックを2009年7月に発売した。翌年には2009年の文を追加した版をリリース。以前の版を購入した。 人向けに追加した部分だけを収めたディスクも発売している。今後も毎年電子版を発売する予定だという。2006年、ナショナルジオグラフィックのライターポール・サリピックが取材のためスーダンに査証なしで入国し、スパイなどの疑いで逮捕された。ナショナルジオグラフィックとサリピックが記事を書いていたシカゴ・トリビューンがスーダン政府に働きかけ、 最終的にサリピックは釈放された。冷戦時代、同志は中立的立場を表明し、鉄のカーテンを越えて自然地理学と人文地理学の見方を提示するとしていた。同志は、ベルリン、占領下のオーストリア、ソビエト連邦、中華人民共和国については、政治色を薄めて文化に焦点を合わせた記事を掲載した。宇宙開発競争を扱う際には、 核兵器開発の関係をほとんど扱わず、科学的側面だけに焦点を合わせた。その後、環境、森林破壊、化学汚染、地球温暖化、絶滅危惧種などの問題をよく扱うようになった。連載記事では特定の金属、宝石、農作物などの歴史や多様な用途を扱ったり、考古学上の発見を扱ったりしている。時折、特定の国、 過去の文明、枯渇が危惧されている、天然資源などのテーマで特集を組むこともある。最近では、ナショナルジオグラフィック協会は異なった主題を扱う、いくつかの雑誌を別に立ち上げている。タージマハルのカラー写真。出展、ザナショナルジオグラフィックマガジン1921年3月号最高品質の記録写真を掲載してきたことでも知られている。 写真の掲載基準は極めて厳格でカメラマンの撮影してきた大量の写真のうち紙面に載るのは1万枚から1から2枚という。また技術革新への対応も意欲的で三脚と写真看板を使う大きなカメラから 35mm リバーサルフィルムへ白黒写真からカラーへ銀念フィルムからデジタル写真への移行も迅速にいった。 2006年、ナショナルジオグラフィックは、国際的な写真コンテストを開催し、18カ国から、写真が集まった。雑誌に掲載された写真は、写真集として出版されることもある。ナショナルジオグラフィック発祥の写真のスタイルとして、レッドシャツスクール・オブ・フォトグラフィーと呼ばれるものがある。近年では雑誌に寄稿した、写真家による写真のハウツー本なども発行している。 特にシリーズ化されたプロの撮り方は風景、野生動物、旅行写真などのシチュエーション別だけでなく露出、構図、画像編集など専門的な内容も出版されている。記事は補足するため対応する地域の地図が雑誌に付属することがある。ナショナルジオグラフィック協会は1915年にナショナルジオグラフィックマップス部門を創設。 同始発の付録地図は1918年5月号のもので第一次世界大戦で海外に赴いた兵士とその家族のためのザ・ウエスタン・シアター・オブ・ウォーと題した地図だった。教会の地図アーカイブは自前の地図制作予算が限られているアメリカ合衆国政府が利用することもあった。アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトのホワイトハウスの地図室には ナショナルジオグラフィックスへの地図が多数あった。ロンドンのチャーチル博物館は、ウィンストン・チャーチル自身が、ヤルタ階段で書き込みをした、ナショナルジオグラフィックスへのヨーロッパ地図を展示している。2001年、1888年から2000年12月号までの、すべての地図を収めた CD ロム8枚セットが、発売された。 印刷した地図は ngmapcollection.com で入手できる。1995年4月、英語以外の初の定期観光の外国語版として、日本語版の発行が開始された。今では、世界中で32カ国語版が発行されている。英語の他にブルガリア語、中国語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、 フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語とオーソドックスヒーブル版、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、セルビア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語がある。33番目の言語版が2009年9月24日、リトアニアで発行された。 2010年10月には、アブダビでアラビア語版が発行され、これでナショナルジオグラフィックは34カ国語で発行されていることになった。ヘブライ語版はイスラエルで発行されている。2005年4月グレメディアメジャーラがインドネシア語版を発行し始め、同年11月サノマパブリッシングとの共同出資でブルガリア語版の発行が始まった。2006年5月には、 ロークズがスロベニア語版の発行を開始。セルビア語版はサノマとグルーマーやーの共同出資で2006年11月号から始まった。北京のトレンズパブリケーションズとエジアジアの提携により2007年7月号から北京での中国語版の発行が始まった。アメリカでは最近までナショナルジオグラフィック協会の会員にならないとこの雑誌を入手できなかったが、 各国語版は雑誌として一般の書店でも購入でき定期購読も申し込める。ハンガリー、スロベニア、クロアチア、トルコといった国では定期購読しかなかったが最近では書店でも購入できるようになった。日本語版の発行元は株式会社日経ナショナルジオグラフィック社で日経 BP グループに属している。なお、日本語版のウェブサイトはこれまで ルネサンスアカデミーが運営しているサイトと雑誌の発行元である日経、N、NG 社が運営しているサイトと並立しているが2015年1月から日経、N、NG 社が運営するウェブサイトに順次統合することになっている2008年5月1日アメリカの雑誌業界で雑誌の記事内容に対して授与されるナショナルマガジンアワーズを3部門で受賞した レポート部門では、ピーター・ヘスラーの中華人民共和国の経済に関する記事が受賞。報道写真部門では、ジョン・スタンメイヤーの第三世界におけるマラリアに関する写真が受賞。さらに一般優秀部門で名誉賞を受賞。リンダ・シュテートは、著書ベールズラガーズ、A-Century of National Geographic, S-Representation of the Arab World で、 ナショナルジオグラフィックについて次のように批判している。断権主義的宗主技法、異文化の接触を一方的観点で見ること、世界を階層化された構造として見ていながら客観性を主張していること。ラッツとコリンズは著書リーディングナショナルジオグラフィックで、ナショナルジオグラフィックにはアメリカの規制の体制と密接な関係があり、 政府交換や企業の利権と密接に関連していると主張した。リーディングナショナルジオグラフィックでは掲載された写真が電子的に編集されている例を挙げている。上半身が裸のポリネシアの女性の写真は肌の色を暗くしていた。肌の色が明るい女性をトップレスで撮影した写真が同志に掲載されたことはない。同書ではまた、 ナショナルジオグラフィックのカメラマンが被写体の人物の衣装が暗すぎると感じるともっと明るい色の衣装に着替えるよう進めた方法を記している1950年から1986年までの同誌に掲載された写真を分析し同書の著者は次のようなテーマがあると主張している第三世界の人々は異国的なものとして描かれる理想化され 一つの歴史観に沿った形にそぎ落とされ、性的特色を付与される。こういったテーマは、戦後の一時期に流星を迎え、その後衰退したが、完全になくなったわけではない。ロサンバーグは、ナショナルジオグラフィックが、主流大衆文化の一部であるとし、歴史的には、古いヨーロッパや西洋以外の未開地とは異なる、ものとして、アメリカのアイデンティティを、 明確化することに貢献したとしている。それは市民的でテクノロジー的に優越したものだが、同時に女で友好的なアイデンティティである。ありがとうございます。